自民党の安全保障調査会が、国家安全保障戦略 NSS などの戦略3文書の改定に向けた提言案の中で、防衛予算を国内総生産 GDP 比を北大西洋上条約機構 NATO が各加盟国に求めている、2% に合わせて同等かそれ以上とすることを、5年以内と明記する方向で調整していることが明らかになっているよ。それについて、自民党では5年以内としている期日をさらに早期実現を目指す姿勢と強めていることも明らかになっているらしいな。ウクライナのこともあるし、世界は軍拡ムードにあることも確かだよね。日本も明日は我が身と思って動かないと。手遅れだったなんて笑えないもんね。さて今回は、防衛費の5兆円増額で自衛隊が購入すべきなのはトマホークなのか、ということに焦点を当てて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省における防衛予算においては、これまでの水準はおおむね GDP 比の 1% 弱で、2022年度予算は5兆4500億円だったんだけど、安倍晋三元首相は23日の自民党会合において、5年間で NATO 並みに増やすことを念頭に置き、2023年度の防衛費は6兆円台後半とするのが適当であろうとの見方を示しているよ。自民党の副案では、今後5年間で2022年度防衛費の5兆4000億円を毎年段階的に増やし、最終的には10兆円台に乗せることを目指しているとされ、有権者もまた、ロシアによるウクライナ侵略による安全保障上の懸念を受けて防衛費の増額には理解を示しているようだね。例えば産経新聞電子版が4月18日発信した、産経新聞社と FNN との合同世論調査で、防衛費増額について実施したアンケート結果によると、日本の防衛増額について質問に対し、大幅に増やすべきだとある程度増やすべきだの回答が合わせて 57.0% となり、今のままでいい 33.0% などを上回ったとされているんだ。防衛費が10兆円に総額されるとすれば、2022年の5兆4000億円にさらに5兆円が加えられることになるが、それをどのようなことに使うべきなのかということが議論を呼んでいるようだな。5兆という数字は庶民感覚から見ると、とてつもなく大きな金額で全く見当がつかないよね。軍事費としては、例えば、アメリカ海軍の新型原子力空母であるジェラルド・アール・フォード級の、1番艦ジェラルド・アール・フォードと建造中の2番艦ジョン・F・ケネディに、計画中の3番艦エンタープライズの3隻を合わせた、すべての設計開発費と建造費の総額が430億円約4兆8000億円とされているよ。しかし、このことを比喩に挙げて5兆円など大した金額ではないと、デイリー新潮がその記事の中で主張しているんだけど、原子力空母3隻建造する金額が大した金額でないとする感覚がおかしいんだよね。デイリー新潮の記者は、5兆円など3隻の空母で簡単に吹っ飛ぶことがわかる。まして空母だけ建艦しても意味がない。艦載機である F-35 は、1機あたり約127億円と言われる。これを何十機も用意しなければならないと書いているんだけど、そもそも海上自衛隊がいきなりジェラルド・アール・フォード級の原子力空母を建造するわけがなく、5兆円という規模の予算の比喩にこれを当てはめる発想は、あまりに突飛な話じゃないかな。冷静に考えれば2022年度に5兆4000億で現状の自衛隊を賄ってきたのであり、その中には海上自衛隊であれば出雲型護衛艦出雲加賀の空母化改修や新型 FFM 最上型2隻、新型通常動力型潜水艦太平型1隻、P1 哨戒機3機などの建造費他で1兆4092億円。航空自衛隊では F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A 型8機779億円と垂直短距離離着陸機型の B 型4機521億円の合わせて1300億円が含まれているよ。これだけ見ても5兆円の予算増額がどれほど国防に貢献することになるかということがわかるよね。デイリー新潮の記事ではさらに匿名の軍事ジャーナリストの話として5兆円の使い道としていくつかの案を挙げていて、それは空中給油機と早期警戒機の増強、攻撃型無人航空機 MQ-9 リーパーの採用、そして対地巡航ミサイルトマホークの配備とされているよ。航空自衛隊の空中給油機は現在 KC-767 を4機運用しているんだけど、これに KC-46A を加えることになっていて、2024年後まで20機体制の計画なんだけど、これと早期警戒管制機 AWACS を増強するとの意見にはインターネット上でも賛成する声が多いみたい。航空自衛隊戦闘機が日本上空の航空優勢を維持するためには、着陸して補給することなく長時間空中で警戒することが必要であり、ミサイルなどの兵装は補給できなくとも、燃料だけでも給油する意味はあるぜ。また、攻撃型無人航空機の MQ リーパーの採用は、航空自衛隊パイロットの損失を防ぐ意味で有効だろうね。そして巡航ミサイルトマホークの配備については賛否両論があるんだけど、
トマホークは1発が143万ドル約1億8600万円で、1000発購入しても2000億円でお釣りが来るんだ。海上自衛隊の護衛艦にも搭載されているマーク41垂直発射システム VLS から発射可能で、潜水艦の魚雷発射艦からも水中発射が可能であるため、導入してすぐに運用することが可能となっているよ。防衛省では現在、陸上自衛隊が運用している一蓋式地対艦誘導弾の射程延伸開発を進めていて、将来的に 2500km まで延伸する計画なんだけど、この国産トマホークとも言える長射程ミサイルは地上発射型のみならず、艦上発射型と航空発射型も開発が進められることになっていて、実用化にはまだ時間を要するため、それまでのつなぎとしてトマホークを採用することで、中国、ロシア、そして特に北朝鮮への抑止力として有効であると見られているね。そして、デイリー新潮の記事に登場した軍事ジャーナリストは、陸上自衛隊の戦車について触れ、自衛隊では第2世代戦車の74式戦車、第3世代戦車の90式戦車、第 3.5 世代の10式戦車が稼働していて、防衛省は74式を10式に置き換える方針を取っているが、戦車の数が減らされているという問題があるとして、この先本州方面では戦車が実質例題となることを問題として指摘しているよ。さらに10式戦車の開発より、優秀として高い評価を得ている90式戦車を改良した方が安上がりで早く実現できるとして、それをしないで10式戦車の開発を急いだのは、財務省が兵器の改良改修に理解を示さなかったからだと指摘しているんだけど、これは10式戦車開発の経緯について勉強不足と捉えられても仕方ないね。10式戦車に搭載されている C4I システムは戦場に配備された戦車がネットワークでつながり、一台の10式が敵を発見すれば、他の戦車も敵の情報を共有することが可能となるシステムで、さらには海上自衛隊の MOF システムなどとも総合運用が可能で、最終的には陸上海上航空3自衛隊の統合運用を見据えたシステムなんだ。90式戦車の後継戦車の開発においては、日本を防衛するための能力を将来にわたって維持する必要があり、将来戦に対応できる機能性能を有することが条件とされ、この C4I システムによる情報共有及び指揮統制能力の深み加え、火力防護力機動力の向上、全国的な配備と戦略機動のための小型軽量化が求められていたよ。この際に現有戦車の改修や諸外国の戦車導入も検討されたんだけど、まず現有の74式戦車及び90式戦車を改修することに決定した場合、C4I システムを搭載するには戦車内部にスペースが足りず、さらにこれら消費電力が大きい電子機器への給電能力においても不足しており、その設計が古いことからも将来戦に求められる総合性能が要求を満たさないと判断されたってわけ。また、諸外国の新鋭戦車を導入する場合には、外貨の流出問題に加えて、いずれの戦車も90式戦車より大型で重量が重い上、各国独自の C4I システムを陸上自衛隊の C4I システムに適合させるためには大規模改修が必要となり、さらなる費用と時間がかかることから導入を見合わせられたらしいぜ。本州の戦車配備ゼロ問題については、105mm ライフル砲を搭載した装輪式の16式機動戦闘車が配備される予定であり、10式戦車と比べれば搭載砲の威力や装甲などにおいて若干劣るものの、機動性では10式戦車を上回り、日本の道路事情にはマッチした装備と言えるよね。日本に侵攻を企てるとすれば、現状ではロシアが想定されるんだけど、その目標となるのは極東ロシア軍の戦力から考えて北海道が限界であろうと見られ、10式戦車を北海道に重点配備して本州の防衛には16式機動戦闘車を当てる方針を支持する声は多くなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、トンネルについてだよ。みんなはトンネルを通るときに、何か気になることはなかった？あんまり通らないからわからないけど、照明が白いところとオレンジのライトがついているところがあるくらいかな。あ、それは俺も思ったぜ。あれってなんでなんだ？白かオレンジかはっきりしてほしいぜ。さすが二人とも雑学の知識がついてきたんじゃないの。今日はそこを解説していこうと思ったんだよ。それじゃ解説していくよ。昔は排ガス規制がそれほど厳しくなかったから、トンネルの中は煙で充満していたため、煙の中でも見えやすいオレンジ色で、なおかつ効率がいいナトリウムランプが使われていたんだ。でもその後排ガス規制によって煙の量が減り見通しも良くなったことと、効率の良い光源イコール LED ランプが開発されたことにより、白いランプが普及されていったんだよ。新しいトンネルについてはほぼ LED ランプに切り替わっているそうなんだ。そういうことだったんだ。
ってことは最近のトンネルか昔のトンネルか、ランプを見ればわかるってわけだね。そうだね。みんなもトンネルを通る際にランプを見てみてね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。近年、自衛隊における敵基地攻撃能力保持の議論がたびたび持ち上がってきたよね。以前から何回も浮上していた話だけど、いろいろあって時間がかかってたよね。今回ようやく重い腰が上がったと感じた人も多いようだぜ。さて今回は、政府が発表した海上自衛隊の次期潜水艦建造計画に VSL は搭載されるのか、否かについて詳しく解説していきたいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。一蓋式誘導弾の飛距離延伸が進められているんだけど、最終的な延伸距離は 1500km と予想され、かなり伸びることになりそうだね。海中に潜んでいる潜水艦から発射されたとしたら、ステルス攻撃と評されるかもしれないね。2021年12月30日、日本の大手新聞紙上で、海上自衛隊の潜水艦が将来的に対地攻撃用の巡航ミサイルを実装する検討を始めたと報じられたよ。なおかつそのミサイルは VLS 方式である可能性が高いとも示されていたんだ。VLS バーティカルローンチングシステム垂直発射システムというのは、海自の護衛艦等の水上戦闘艦にも搭載されているミサイルを垂直に発射する装置のことだね。潜水艦なら、世界各国の戦略型原子力潜水艦が背面に装備していることでも知られているみたい。こういった戦略型原子船は核弾頭すら搭載できる潜水艦発射型弾道弾を運用できる艦艇だな。翻って今回海上自衛隊が検討を始めたのは、攻撃型潜水艦に対地攻撃能力を加えるための兵装にするということらしいぜ。アメリカ海軍に置き換えて言ってみれば、最新型攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級の背面には12機の VLS が装備されているよ。そこから対地攻撃用の長射程トマホーク巡航ミサイルが発射できる仕組みになっていて、高い対地攻撃能力を有している艦ということになるんだ。このバージニア級のサイズは水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 メートルだから大型ということがわかるよね。前述の通り、12機の VLS を搭載しているんだけど、海自潜水艦はこの艦と比べるとずっと小型ということがわかってくると思うよ。一例だが、海自最新鋭潜水艦大芸型は水中排水量3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルに過ぎないぜ。通常動力型潜水艦としては世界最大級なんだが、VLS を搭載する場合でも限定的な数ってわけだ。ちなみに韓国の島山康政宏級は水中排水量3800トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルだが、6機の VLS を搭載しているな。バージニア級や島山康政宏級に VLS が搭載されている理由は、当然ながら対地攻撃能力をアップするためだね。日本の場合は、昨年末の対地攻撃用の巡航ミサイルとしては、現在のところ陸自に配備されている国産の一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型が充当されるわけなんだけど、VLS と魚雷発射艦の双方で使用可能と言われているよ。つまり二刀流ということになるね。汎用性が高いから、現状では保有していない VLS 搭載型潜水艦を即作らなくても良いのではないかという意見があるよ。今ある潜水艦も含めて 533mm の魚雷発射艦から発射することを考えると、難易度の高い水中発射型コールドローンチ方式を採用する可能性は低いのではないかと思われるんだ。好きあらばいつでも、というように世界で何かがあるとこっち見ろ、とでも言いたいかのようにミサイル発射実験を行っている北朝鮮だけど、以前この国が潜水艦発射型弾道ミサイルを開発中と世界を騒がせたことがあったよね。しかし、水中発射型コールドローンチ方式の実用化には高いテクノロジーが必要なんだ。北朝鮮がそんなに高度なテクノロジーを保持しているはずがない、開発できっこないだろうと言われたこともあったよな。陸自が現在配備している一蓋式地対艦誘導弾のマックス射程距離は約 200km 弱とされているよ。中国海軍の艦艇が接近するのを阻止するため、尖閣諸島を含む南西諸島へ展開されているんだけど、一蓋式の能力向上型開発が着々と進行中とのことだね。この能力向上型については、2021年度から2025年度にかけて総額400億円ほどの開発予算を投じることが決定しているんだ。その計画では射程距離は第1段階で 900km、次 2500km に段階的に伸ばすことが目標とされているよ。とはいえ、12式地対艦誘導弾能力向上型がバージョンアップされなければ、VLS は元より 533mm 雷発射艦による発射も机上の空論になってしまうぜ。
だからこそ、自衛隊がこのような長距離対地攻撃能力を獲得する可能性があると匂わせるだけでも、中国への牽制の一つとなるだろうな。実はヘリコプター用搭載型護衛艦出雲や加賀が、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載することを目的として航空母艦化改修が決定した際にも、一昔前なら専守防衛という自衛隊理念に外れると言われ、却下されたのではないかと考えられているよね。しかし、一蓋式地対艦誘導弾能力向上型を潜水艦に搭載して、長距離対地攻撃能力を保持するというニュースが出回ることが、日本の空気が変化してきている証なのかもしれないね。でももちろん日本国憲法は改正されたわけでも、付加されたこともないよね。戦後から令和の現在に至るまで攻撃的兵器を日本が保有することは禁じられているという点は変わっていないからな。じゃあ何が変わったの？言葉の定義、解釈の問題になっているようだね。つまり攻撃的兵器とは何かという言葉遊び的なもののように感じられるよ。別の意味で言えば、兵器というものの存在が非常に軽くなってきているということじゃないかな。日本国憲法第9条に抵触する攻撃的兵器について日本政府の見解は、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型航空母艦という従来の解釈は変えていないんだ。つまり真意に関しては方針転換とまでは行われていないというのが今の状態だな。では上記の大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦の3種類がなぜ攻撃的兵器に該当するのかというと、これらの兵器は敵国の領土に届く射程距離を持ち、破壊目的のみに特化した大量破壊兵器と日本政府は公に説明しているからだね。大量にしろ、少量にしろ、犠牲者が出ることには違いはないよね。攻撃される側からすればこれらの兵器と小銃などの違いはないだろうし。ここ最近は、戦闘機に長距離攻撃用の兵装を施すことによって、長距離戦略爆撃機に匹敵する能力を持たせることもできるようだよ。航空母艦も艦載機の数を見れば確かに出雲や加賀は少ない方かもしれないけど、それを理由として攻撃的ではないと言ってしまうのはかなり無理があると思われるよね。今後、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載機とすることで長距離攻撃能力を持つことも可能になるよ。だから70年以上も前に制定された日本国憲法の記述が、近代兵器の時代変化に対応していないので、見直すべき改正、改悪？という意見も確かに存在するんだ。自衛に関する部分だけを国民主体に変更するというのなら、反対意見も少ないかもしれないな。あるいは災害時の自衛隊の行動に対して反対する国民はいないと思うぜ。東日本大震災時の活動を知っているからこそ、自衛隊の活動に感謝こそすれ、悲視する人はほとんどいないだろうしね。とはいうものの、個人的な感覚としてはこういった憲法改正を言い出しているのが、憲法に縛られる立場の人間というのが腑に落ちないけどな。自分たちが縛られるのが嫌だから、自分たちの都合の良いように変えてしまおうという魂胆が見え見えで、これが国民の代表と思うと暗淡とするぜ。日本国憲法第9条は堅持すべきだと唱える人たちは、一見すると完璧平和主義者のように振る舞っているよね。でも同時に最近の中国軍事力の脅威増大については、アメリカと旧ソ連現ロシア間で進められた軍縮が悪影響を及ぼしていることを理解していないという意見があるみたい。つまり、アメリカとロシアが軍拡競争を抑制しようとして、両国間で軍縮条約 INF 中距離核戦力全廃条約を締結したんだ。ところがこの条約と全く無関係の中国がお得意の火事場泥棒もどきの、漁夫の利を得るように兵器配備を加速させる結果につながってしまったというわけ。INF では射程距離 500km から 5500km までの地上発射形式の中距離ミサイルの保有を核及び通常弾頭と並んで保有を禁じたんだけど、これが逆に中国一国がこの種の兵器を独占する状況を生み出すことになってしまったのは紛れもない事実と言っているよ。要するに、アメリカやロシアなど頭を抑えていた大国が軍事力を減らしたイコール頭上の重りが軽くなった隙に、中国が軍備を拡大したという結論なんだよな。中国のこういった事態を察知したために、アメリカの前大統領トランプ政権は INF を破棄したと言われているよな。単に中国嫌いのせいかもしれないけどね。現バイデン政権も対中国政策についてはトランプ式を踏襲しているみたい。しかし、アメリカ海軍がかつて世界に誇っていた大型原子力航空母艦の、空母打撃群が今ではたやすく中国へ接近することが難しくなってきたということも紛れもない事実なんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。今日の雑学は、ショートバージョンだよ。内容は何なの？今日の雑学は、みんな布団を外に干して干した後お日様の香りがするよね。天日干しした布団はいつもより2倍気持ちよく寝れるよね。確かにな。
そのお日様の匂いなんだけど、実はダニの死骸や糞の匂いなんだ。おい、それは知らなくてよかった雑学だな。お日様の匂いが何なのかわからなくなったよ。干した後はしっかり布団クリーナーで掃除機をかけたがいいよ。絶対にそうするよ。逆に割り切ってダニ最高ぐらい思えばいいんだな。それは強者だね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。2022年6月11日にオーストラリアのアルバニージー首相が、おととし一方的に契約の白紙撤回を行った同国海軍のアタック級潜水艦のフランスからの調達契約に関して、金銭の支払いによる和解に至ったと表明したよ。オーストラリアは昨年2021年9月にアメリカとイギリスとの3カ国による新たな安全保障体制であるオーカスの成立によって、フランスからの新型潜水艦であるアタック級調達計画を急遽破棄していたんだ。今回オーストラリア側が支払うと発表された和解金は5億5500万ユーロおよそ780億円とされており、アタック級潜水艦計画は12隻の建造に800億ドルおよそ10兆円必要とも言われていたので、それに比すれば割安感もなくはないな。と入っても莫大な金額であることは変わりないよね。和解金にそれだけのお金を払うなんて大変だね。まあ被った被害額を考えると仕方のない部分もあるからな。そうだね。さて今回はアタック級潜水艦調達を急遽撤回したオーストラリアが、およそ720億円の和解金の支払いを発表したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。振り返ってみればオーストラリアのアタック級潜水艦調達計画がフランスの案に決定したのは2016年4月だったんだけど、ここから起算しておよそ5年と5ヶ月で覆り、6年2ヶ月でその契約の破棄が確定したものと言えるよ。オーストラリアのアタック級潜水艦の動力の使用は要望が通常動力型であったため、2016年にフランスが契約を獲得した際には、自国用の新型攻撃型原子力潜水艦シュフラン級を通常動力化する計画となっていたんだ。フランスで自国のシュフラン級潜水艦の建造を手掛けているのは、同国政府を大株主に持つナーバルグループであったんだけど、そもそも推進機関を原子力から通常動力に帰還するという計画そのものを疑問視する声も多かったよ。その上ナーバルグループによるフランス本国におけるシュフラン級潜水艦の建造自体も遅延しており、一番艦であるシュフランは当初2016年だった収益予定が4年後の2020年11月までずれ込むなど問題となっていたってわけ。フランス海軍はシュフラン級を全6隻保有する指級と同数で置き換える予定であり、2番艦のデュゲートルーアンは今年2022年中に完成予定で、現時点では6番艦の収益は2030年頃となると予想されているな。こうしたシュフラン級自体の建造も新型コロナウイルス等の外的要因も抱えていたとはいえ、大幅な遅延が散見されていたことを鑑みれば、仮にアタック級潜水艦の契約破棄が行われなくとも計画遅延が続いた可能性は大いにあるぜ。またオーストラリア政府はアタック級潜水艦のプロジェクトを純粋に軍事的な計画としてだけでなく、製造業が枯渇しかけていた国内産業の保護や維持といった政治経済的な対策の一環としていたこともあり状況は複雑だね。こうしたオーストラリアが置かれた国家としての課題は今も変化はないと思えるんだけど、現アルバニージー首相は2022年5月に前モリソン首相ら与党から政権を奪取した労働党政権であり、今後の方策にも変化があるかもしれないね。オーストラリアでの政権交代は実に9年ぶりの出来事となったんだけど、前モリソン政権は行き過ぎた親中路線にブレーキをかけ、アタック級潜水艦の調達やオーカス締結などで対中国の動きを鮮明にしていただけに今後の動向が注目されるよ。アルバニージー首相の労働党は総選挙に際して、国民間の物価に対する収入格差や、住宅問題、高齢者介護等の是正を訴求して当選しており、前モリソン政権に期して社会福祉の拡充を目指すリベラル路線であることは間違いないね。近年まで第二次世界大戦の終了後この方、周囲に脅威となる仮想敵国を地理的環境ゆえに抱えずに住んでいたオーストラリアだったが、中国の南シナ海進出などの著しい台頭を受けてその方向性を変更したのがオーカスの締結でもあったんだよな。この方向性をアルバニージー新政権がまたたくまに変更するとは考えづらいが、先頃のオーストラリア空軍哨戒機に対する中国軍航空機の威嚇といった事象の発生は、中国側がその出方を伺う側面もあったのではないかと個人的には思えるよ。さてオーストラリア海軍のアタック級潜水艦の調達問題だけど、オーカスの締結を受けてアメリカもしくはイギリスからの攻撃型原子力潜水艦を導入する方向にはなっているんだけど、具体的なその実戦配備の時期は明確ではないんだよね。アメリカからの導入であれば同国海軍で収益中の現役型であるバージニア級がその候補として考えられ、
イギリスであれば同様にトラファルガー級の攻撃型原子力潜水艦が最も有力なその対象の艦艇だと言えるだろうな。ただし大方の予想ではアメリカは自国海軍のバージニア級の建造や維持メンテナンスに追われて余力は乏しいと見られており、現状ではオーストラリアはイギリスからトラファルガー級を調達する可能性が高いと考えられているぜ。仮にこうした見方が正しくトラファルガー級の調達にオーストラリアが動く場合でも、フランスのナーバルグループとの間で想定されたような基本的に自国内で潜水艦の建造を行えるか否かも含め、詳細は定まっていないんだ。そのためオーストラリアが昨年のオーカス締結の決定によって選択した攻撃型原子力潜水艦を実戦配備するのは、どう早く見積もっても2030年代初頭と今後まだ10年ほどの期間が必要になると見られ、その間の対応が必須とされるね。これをオーストラリアでは現在保有運用中の通常動力型潜水艦コリンズ級に近代化改修を施すことによって対応しようとしているんだけど、その内容はかなり大掛かりなものになるのではないかと予想されているんだ。お金と時間がかかりそうだね。コリンズ級の所言について教えて。コリンズ級は水上排水量3051トン、水中排水量3353トン、全長 77.8 メートル、全幅 7.8 メートル、喫水 6.8 メートルの艦隊に最大で6000馬力を発生するディーゼル機関を搭載しているんだけど、まずこの機関部すべてを完走する予定だよ。加えて潜望鏡システムを刷新することや、これが最もオーストラリア海軍が欲している改修だと思われるんだけど、対地攻撃能力を付与すべくアメリカレイゼオン社製のトマホーク巡航ミサイルの運用が可能かも検討事項と見られているね。ただしアメリカ海軍の潜水艦で現在運用されているトマホーク巡航ミサイルは、県のバージニア級では12機の専用の VLS 垂直発射艦から運用される形式であるため、魚雷発射艦で運用可能な旧式のものが入手できるのかが課題として横たわるぜ。こうしたコリンズ級の近代化改修に必要と見積もられるコストは1隻あたりおよそ900億円にも上る模様で、今回は解禁としてナーバルグループへの支払いが確定した金額よりも1隻あたりでもはるかに高額となっているんだ。ちなみに日本の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦で、昨年2021年11月に進水を果たした太平型潜水艦の2番艦白鯨の建造コストはおよそ720億円であり、これと比してもコリンズ級の改修コストは高額さは拭えないな。でも新規の通常動力型潜水艦を新たに調達して運用するトータルコストや時間を考慮すれば、オーストラリアにはコリンズ級の改修を行う以外の選択肢はなく、やむを得ない判断と見るべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、天皇についてだよ。天皇といえば日本の象徴とも言える方たちだよな。確かにね。でも天皇には名字がないけどなんでなの？今日はそこを解説していくよ。まず、日本の初代天皇は神武天皇であり、西暦76年に誕生したそうなんだ。現在は上皇である明仁様は125代目の天皇であり、近城天皇である成仁様はなんと126代目の天皇になるんだ。そして、実は天皇という言葉が用いられるようになったのは7世紀後半のことだよ。第40代の天皇である天武天皇の時代に、中央集権国家の君主として天皇という言葉を用いたのが始まりだったとされているよ。さすが歴史が深い天皇だね。天皇に名字がない理由なんだけど、まず第一の理由として挙げるんだけど、天皇が唯一無二の存在であることなんだ。確かに、他の世帯と区別する必要がないもんね。また、日本国民には戸籍というものがありますが、天皇家には戸籍というものは存在しないそうなんだ。その代わり皇統譜というものが存在し、そこに代々名前が刻まれているそうなんだ。代々刻まれるなんてかっこいいね。そして、天皇家の名前が記された唯一の家系図であることから、この皇統譜が万世一系の象徴にもなっているんだ。ちなみに、天皇家の祖は皇祖神と呼ばれる神だと考えられており、皇統譜を遡ると皇祖神であるアマテラス大神の名前も記されているそうです。かの有名なアマテラス大神が先祖なんてすごすぎる。第二の理由として、天皇が権力者であり、名字や姓を授ける側の存在だったことが挙げられるよ。古代の日本では名字や姓を名乗れるのは、一部の権力者や特権階級だけだったよね。そして、一部の権力者や特権階級に名字や姓を授けていたのは天皇だったそうだよ。天皇は全ての権力者の頂点に立つ存在であり、天皇より上の位がなく、天皇に姓や名字を授ける存在がいなかったことが理由となっているんだ。でも天皇にも名字みたいなのがあるが、あれはなんだ？解説していくね。皇族には姓や名字がありませんが、その代わりに称号や宮号というものがあるんだ。
それがさっき君が言った名字みたいなやつなんだ。ちなみに秋篠宮、常陸宮、三笠宮、高円宮が偶号と言われているもので、宮家に男の子が生まれると、偶号が世襲されていく仕組みとなっているそうなんだ。そういう仕組みになっていたんだね。全然知らなかったけど、めちゃくちゃためになったよ。これでまた天皇が好きになったよ。ほんとだな。結構謎だらけだったんだけど、少しわかったからすごくためになったな。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。2022年8月24日の AP 通信が伝えるところによると、ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州の州都ドネツクにおいて、新ロシア派武装勢力の拠点がウクライナの砲撃によると思われる攻撃を受け、4人死亡10人以上が負傷したとしてロシア当局が明らかにしたとしているよ。攻撃を受けた建物には、ロシアによるウクライナ侵略に乗じて、一方的に独立を宣言したドネツク人民共和国の行政府が入っていて、その周辺の建物やホテルなどにも被害が生じているというぜ。でもこれもロシアのプロパガンダの可能性も拭えんないんでしょ。そういうこと。さて今回は、ウクライナ東部のドネツク人民共和国の行政府への攻撃について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア国営テレビではドネツク人民共和国のデニス・プシーリン首長が、西側諸国はドネツクの住宅地域を意図的に破壊することに関与していると述べて、西側を非難する声明を発したことを伝え、砲撃を受けた建物とされる映像を流しているんだけど、これを報じた AP 通信では、この映像に関しては撮影日時と撮影場所及び撮影の状況などを確認できていないとしているよ。また、現地で報道されたニュースでは、現場周辺からアメリカがウクライナに供与している、高機動ロケット砲システムハイマースで使用するロケット弾の破片が発見されたとしているんだけど、その証拠となる画像や映像は公開されておらず、これについても信憑性が疑われているみたい。これらのことから、このドネツク人民共和国行政府が破壊されたことが真実だとすれば、ウクライナ軍による砲撃やロケット弾攻撃ではなく、親ロシア派に反対するドネツク市住民によるパルチザン化、あるいはウクライナ軍の特殊作戦軍による破壊工作の可能性が高いとする見方もあるぜ。このところ、クリミア半島を中心とするロシア軍の施設などにおいて、ウクライナの特殊部隊やパルチザンが疑われる爆発が頻繁に発生していて、ロシア軍の進撃が停滞気味となっていることに反比例するかのように、南部ヘルソン州で反攻に転じる様相を見せるなどウクライナ軍の動きが活発となっているんだ。ウクライナも隙を見せない戦略を取り続けているってわけだね。さらには要人を狙った爆破が相次いでいて、8月24日には、ロシアがヘルソン州と共に併合を目指している、ザポリージャ州の新ロシア派武装勢力の当局者とされる人物が乗る車が爆破され、当局者が死亡する事件があったみたい。また、モスクワではロシアの思想家で、プーチン大統領に近いとされ、側近とも噂されていることで知られるアレクサンドル・ブーギン氏の娘ダリア氏が、8月20日モスクワ郊外を運転中、自家用車に仕掛けられた爆弾によって爆死亡した事件では、ロシアの元議員で反体制派として知られるイリア・ポノマリョフ氏が、国民共和軍 NRA という反プーチン勢力が犯行声明を出したと明かしたよ。すごく過激だね。家族にまで手にかけるなんて。その後 NRA は反抗声明を出し、この先ロシア国内のパルチザンは政府関係者や治安機関のメンバーなど、クレムリンに深く関連する標的機関の要員に対し、さらに同様の攻撃を行う準備ができていると述べていて、爆死したダリア氏についても、父親がプーチン大統領によるウクライナ侵略を支持していて、父親と同じく侵略を支持する言動を繰り返していることから、彼女もまた一般の民間人とはみなしておらず、暗殺の対象であったことを示唆しているみたい。これに対してロシア当局は、犯人としてウクライナ女性を特定し、この女性がアゾフ連隊のメンバーであるとして、ウクライナが関与した犯行だと断定しているんだけど、ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問は、ウクライナが陰で糸を引いているとするロシア側の主張はプロパガンダであるとして関与を否定し、事件はロシアの情報機関内部の対立によって発生したものであろうとの考えを示したよ。現状に反発するロシア人もいるだろうからね。内部分裂の線が濃厚だと思うな。だが、ウクライナ側が犯行に関わっていないとも言い切れないよな。ロシアではダリア氏の追悼式にプーチン大統領が出席し、卑劣で残酷な犯罪だと非難し、ダリアさんに勇敢勲章を授与するなど哀悼の意表し、ロシアでは評論家やメディアの間で直ちに報復すべしとの論調が高まっているみたい。ウクライナの国家安全保障国防会議 NSDC のオレクシー・ダニロウ書記は、我々はこのようなやり方はしないと述べ、
ウクライナは爆発とは無関係だとした上で、この犯行は FSB ロシア連邦保安庁の偽旗作戦であるとの指摘をウクライナのテレビ局のインタビューで語っているんだ。また、インターネット上でもロシアのお家芸とも言われている自作自演の偽旗作戦の可能性があるとの指摘が出ていて、これらの要人の爆殺をウクライナが関与する犯行であることを主張し、それを理由にロシア軍に対してこれまで以上の残虐行為を指示して、ウクライナ国民の戦意をそぐことへの免罪符として利用しようとしているのではないかとの見方があるんだって。つまりドネツク人民共和国行政府とされる建物が攻撃されたことで、ロシア軍がそれに報復することで、ウクライナ侵略の大義名分としてきた新ロシア派に対する虐待からの解放という図式を改めて主張することができるから、ということか。そしてドネツク人民共和国側にはゼレンスキー政権を非難させずに、西側諸国が裏で糸を引いて、ゼレンスキー政権に住宅攻撃を命じていると言わせることで、ロシア軍はそれを救うためにウクライナに侵攻したとして、敵はウクライナではなくアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO であるとの構図を、明確にしようとしているのではないだろうかとの見方ってわけ。つまりロシア側は、膠着状態から次第に不利に傾きかけている戦況打開のため、不足している兵士を動員する布石として、プーチン大統領がこれまでウクライナ侵略の理由としてきたウクライナのナチ化を煽る西側諸国とその片棒を担ぐゼレンスキー政権の迫害から、善良な親ロシア派ウクライナ人を守るための特別軍事行動であるとの主張を改めてロシア国内に強調するため、偽旗作戦を実施したというものかも。また、ウクライナ軍はアメリカから供与されたハイマースから発射可能な、射程距離 90km の誘導型マースGマースと呼ばれる精密誘導ロケット弾である M30H もしくは M31 を用いて、ロシア軍後方の兵站集積地や施設を攻撃し、補給路を遮断しているんだけど、その他に多数の前線司令部にも精密ロケット砲撃を実施して殲滅しているとされ、ロシア軍の指揮系統に深刻な乱れが生じているとされているよ。さらにウクライナ軍はロシア正規軍の他に、ロシアから資金などの支援を受けた準軍事組織であるロシアの民間軍事会社ワグネルの司令部にも、ハイマースを使ったと見られる攻撃を実施していて、8月14日に東部ドンバス地方のルハンシク州においてロシア軍占領下にある、ポパスナに設営されているワグネルの基地を破壊したことを明らかにしているんだ。しかし、ウクライナ軍はこれまで、新ロシア派武装勢力と戦闘はしつつも拠点を攻撃することはなかったよね。その理由として考えられるのは、新ロシア派とはいえ同じウクライナ人であることの他に、先にも述べたように彼らを積極的に攻撃することで、ロシア軍に救済と解放という侵略の大義名分を与えることになりかねないからってわけだな。偽旗作戦とは相手の攻撃をでっち上げて、それへの反撃として一方的に先制攻撃を行うやり方で、戦争のための大義名分がないなら、自らそれを作り上げることだね。かつて旧日本陸軍は、中国侵略のための大義名分を得るために、南満州鉄道の線路を爆破して中国の仕業に見せかけた友情孤事件を、でっち上げてそれを口実に日中戦争を起こしたんだけど、このような古典的な手口を現在でもロシアは懲りずにお箱のように行っているってわけ。このような偽旗作戦はことを起こす前に必要なのであり、すでに侵略を始めたウクライナでの戦争においては今更必要なものではないんだけど、戦況を一転させようと、これまでと違った戦術を展開する際には、偽旗作戦によって新たな大義名分を得ようとすることは十分に考えられるかもね。ウクライナと西側諸国はこの先、ロシア軍が化学兵器や生物兵器、あるいは核兵器を使用する可能性を忘れないように注意すべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
ターリングエンジンを搭載した潜水艦の建造はそろそろ終わりになるようだな。日本の最新鋭潜水艦白鯨の進水式は無事に迎えることができたし、順調に日本も備えが進んでいるね。ここでオーストラリアが原潜導入計画を発表したんだけど、それに刺激を受けたのか、いよいよ日本も原潜を導入するのかという噂が流れ始めているようだね。今回は、海自潜水艦の22隻体制について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。大鯨潜水艦もいよいよ収益する予定だし、日本は通常動力型潜水艦でトップの性能を誇り、戦略的にも潜水艦では世界屈指と定評があるよね。日本が世界に誇れる潜水艦だね。大鯨の潜航深度はもちろん非公開なんだが、各国を遥かにしのぐ深さまで潜航可能ということは事実だぜ。2021年10月14日午後、海上自衛隊としては大鯨型潜水艦の2番艦である艦艇の進水式と命名式を同時に行う予定になっているよ。式典の場所は現在建造を担当している川崎重工業者神戸工場と予定されていたね。大鯨型1番艦でネームシップである大鯨は、この神戸造船所で2020年10月に進水式と命名式が終わったんだ。現在は最終偽装中で、2022年3月には引き渡しされると考えられていたね。大鯨は引き渡し後、海自による海上工事等の上、実戦配備されることになるんだけど、2013年平成25年の防衛計画大綱に稼働潜水艦22隻の運用体制の構築と謳われていたんだけど、この組織目標をまず達成することになるわけなんだ。この防衛計画大綱だけど、世界で6番目に広い領海を持つ日本において、防衛に必要な潜水艦の数を計画として定めていたものなんだ。今は22隻体制となっているんだけど、それ以前には16隻体制を構築することによって広い領海をカバーする戦略が決定されていた状態だったんだよね。それにしても、世界で6番目という日本の領海は広いんだね。日常的には全くと言って良いほどそんな感じしないけど。平成25年の防衛計画大綱で潜水艦16隻体制から22隻体制へと6隻増加を打ち出した背景を説明すると、やはり中国のことがあるからだよ。近年海洋進出が著しい中国海軍への備えを強めざるを得ないという政治判断が下ったってわけ。しかも、この判断はますます強化されている傾向にあることは言うまでもないな。もちろん、これは中国が艦艇を南シナ海や台湾海峡、尖閣諸島を含む南西諸島方面へ出没させていることがあるぜ。その数が年々増えていることは言うまでもないな。中国は今まで以上のスピードで新造艦をこういった海域日本の領海も含むに投入してきているから、この現状を考えれば当然の対応と判断せざるを得ないと思われるね。さて、海上自衛隊はヘリコプター搭載型護衛艦である出雲や加賀を航空母艦に変えるために改修工事を予定しているよ。その後に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載機として軽空母のように運用する対策も同時進行中なんだけど、前述したように2022年3月、最新型大鯨が海自に引き渡されることによって潜水艦22隻体制が確立することになるんだ。内訳は大鯨型1隻、双雄型12隻、親潮型9隻なんだって。この中で親潮型は1998年平成10年から収益していて、かなり息の長い艦と言えるんじゃないかな。約70名の乗組員を要する通常動力型潜水艦で、サイズは基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートル、深さ 10.3 メートル、喫水 7.4 メートルとなっているよ。この艦の機関は、ディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターを備えているディーゼルエレクトリック方式だね。親潮型は計11隻が建造されたんだけど、そのうちの1番艦と2番艦は練習艦に変更されているので、実戦に配備されるのは9隻ということになるんだ。双雄型は2009年平成21年から収益していて、乗組員は約65名。サイズは基準排水量が2900トンから2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.3 メートル、水 8.5 メートルだから、親潮型より少し大きいことになるよね。双雄型は1番艦から10番艦までは機体機依存推進型のディーゼルエレクトリック方式を採用していて、これはディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターにスターリング機関を備えた機関で、その当時は最新機関と注目されていたよ。しかし、双雄型11番艦欧雄からは、スターリング機関の搭載を中止したな。代わりにディーゼルエンジンとリチウムイオン製蓄電池、発電機とモーターを備えた構成となり、機体機依存推進型ではなくなっているぜ。
スターリング機関の搭載を止めたことで OU以後の性能は、カタログデータ上だけど、水中の時空間力は8000馬力から5600馬力へ、水中最高速度は20ノットから18ノットに低くなった形ではあるんだけど、使用する上での水中性能の持続力は逆に増大したと言われているんだ。というのは、出力の割には重量があるスターリング機関を外したことで、水中運用自由度が増加したことと、限られた潜水艦内にスペースが確保できたというメリットが出てきたからとされているぜ。OU は初めてリチウムイオン蓄電池を実用として採用した潜水艦になっていて、リチウムイオン性蓄電池の特徴としては、従来の鉛性蓄電池よりも大電流大容量ということだよ。しかし、物事には表と裏があるように、デメリットも確かに存在するんだ。それが小型家電製品などで事故が多発していたように、リチウムイオン電池は発火しやすいという点だね。リチウムイオン電池を使っているスマホから発火したというニュースもあったよね。この危険性を防いだのが、日本の GS 湯浅社のテクノロジーや艦隊そのものへ対策を施すことで実現したんだ。ただし経費の面では今までのものより高額になっていて、建造費は総流型10番艦小流が約517億円だったんだが、11番艦大流は約643億円となり、約 24% ほど高くなってしまったぜ。建造コストの点から見ると、最新鋭太平型1番艦でネームシップ太平は約800億円と判断することができ、新型のシュノーケル発電やソナーなど新しいシステムが採用されている分、経費は比例して増えているってわけだ。2021年9月以降、オーストラリアがアメリカあるいはイギリスの技術サポートを受けて、攻撃型原子力潜水艦を購入する方針転換したことが大きな話題になったけど、実はそれらの艦とは日本の潜水艦はそもそもの基本が全く違うんだよね。アメリカ海軍の最新攻撃型原潜は乗組員が130名以上のバージニア級で水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 ム、喫水が 9.3 メートルという大型潜水艦なんだ。なんといってもこのバージニア級は原潜だから、水中の最大速力も30ノットを軽く超えると見られているよ。オーストラリアはこのスピードとそれによって拡大する行動範囲の広さ、トマホーク対地巡航ミサイルによる長距離対地攻撃能力が欲しかったものと推測できるね。今まで原子力の軍事利用をオーストラリアは日本同様に試行してはいなかったんだけど、このオーストラリアの路線変更が刺激となったのか、一部から原潜の保有を検討すべるべきではないかという主張が湧き出してきた空気もあるんだよね。しかし、まずは冷静に潜水艦の用途を再検討することから議論を始めるべきではないかと思うぜ。良いことずくめのようなバージニア級潜水艦だけど、建造にかかる経費は1隻約3000億円とも噂されていて、最新鋭の太平型が約800億円だから、比較しても約4倍にもなろうとする巨額な金額なんだよね。維持管理などの経費をしっかりと考えた場合、沿海への進出を主目的とはしていない現在の日本に、本当にこういった潜水艦は必要なのかなって思うよ。原潜の耐用年数が尽きて退役となった場合、処理はどうするのかという問題も解決しなければならないからな。原子力の恐ろしさを東日本大震災を経験した日本人だからこそ、こういう部分も絶対に忘れてはならないよね。こうしたファクターを洗い出した上で、果たして日本は本当に原子力潜水艦を持つべきなのか、その是非について深い議論が必要なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、てなんか二人とも元気なくない?いや、ここ最近ありえないほど気温が高すぎて早くも夏バテだよ。確かに、しかもこの部屋エアコン18度だから外との差がありすぎて体がきついもんな。それじゃ今日の雑学は、夏バテについて話そうかな。みんなは夏バテって言葉どこから来たかわかるかな?イメージだけど、ニュースキャスターとかテレビが作ったワードとか?それか専門家が作ったのかな?お、いい線いってるね。でも違うんだね。なら何なの?それじゃ解説していくよ。夏バテの言語には諸説があるんだが、有力なのは、競走馬が走り疲れて足がもつれることを意味する競馬用語で、バタバタになるが縮まって、バテるになったという説が一つ目の説で、もう一つ有力な説があるんだけど、疲れ果てるのはテルが転じてバテルになり、スポーツ選手たちが俗語として使ったのが広まったそうだよ。そうだったんだね。そっちじゃなくてなんか対策かなんかないの?あ、そっちが良かったかな?夏バテになってしまったそこのあなた今から対処法を伝授するよ。冷房で夏バテになっているあなたは、温度を26か28度に設定して、なるべく体を冷やさないように生活をしようね。
夏場は暑いからシャワーになりがちなんだけど、しっかり湯船に浸かってしっかり体を休めることも夏バテ対策の一つだよ。要は体を冷やさず、よく休めってことだな。まあ簡単に言うとそういうことだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。終わりの見えないロシアのウクライナ侵攻だけど、当初の見込みとは真逆に大国ロシアの苦戦が伝えられているよね。各国の支援は凄まじいものだからな。世界から大義がないとみなされた場合は、いくら大国でも横暴な振る舞いは許されないってわけだ。そうだね。その証拠の一つとしてウクライナ軍が黒海北西部の制海権を奪い返したという情報をゲットしたよ。範囲としては 100km 海域ということだけど、2014年にロシアが勝手にクリミア半島を併合して以来のことらしいね。ということで今回の主題はウクライナ軍の黒海北西部制海権奪還についてで、それについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年6月6日にウクライナ軍のメッセージアプリのテレグラムへの投稿があって、黒海北西部のウクライナ沿岸においてロシア海軍の黒海艦隊を駆逐し、沿岸から 100km 範囲の海域における制海権を確保したという内容だったんだ。8年前の2014年、クリミア半島を強引にロシアに奪われた時に、海軍司令部があったセバストポリ軍港に係留されていた艦艇すべてがロシア海軍に接収されたんだけど、それ以来、ウクライナ海軍はほぼ壊滅状態となっていたよね。当然、黒海の制海権はロシア黒海艦隊が掌握していたぜ。2月24日の突然の侵攻以来、ロシア海軍は黒海をほぼ封鎖状態で抑えているな。だから世界第4位の穀物類輸出国のウクライナは、オデーサなどの黒海沿岸の港から穀物類を輸出できなくなっているってわけ。その影響で世界的に穀物価格が高騰してて、このままの状態が続けば世界的な食糧危機へ発展すると不安視されているよね。ウクライナのゼレンスキー大統領によると、ウクライナ国内各地のサイロや港には行き場のない数百万トンの穀物が溢れ返っているそうだしね。ただでさえ在庫が多いのに、このままでは輸出できない穀物は今年秋には現在の3倍になり、7000から7500万トンにまで増加する見通しということだぜ。2022年のウクライナの小麦は豊作が予想されていて、温暖な気候のウクライナ南部は数週間のうちに夏の収穫期を迎えることになるんだけど、収穫した小麦の貯蔵場所はロシア軍のミサイル攻撃や空爆によって破壊されていて、保管する場所がないんだよね。喜ばしいはずの豊作の収穫量に見合うだけの貯蔵場所の確保ができていないんだね。大量の穀物が放置されたまま、腐敗してしまうのではないかという懸念が広がりつつあるぜ。日本を含めた世界各地で小麦の備蓄量が減り、価格が高騰し、一刻も早い供給を待っているというのに、ウクライナからは輸出できないなんて、なんとも歯がゆいよね。そしてウクライナが穀物を輸出できない原因は、黒海を封鎖しているロシア艦隊のせいであると認定しているんだけど、世界の多くも同じ意見でしょう。ロシア側は、ウクライナが敷設した機雷で港が塞がれているから港が使えないという主張なんだ。つまりロシアは穀物輸出ができない責任はウクライナにあると言い張っており、両国の応酬が続いているぜ。プーチン大統領は、穀物輸出停滞の責任を世界中から批判されたことを懸念したのか、5月30日にはトルコのエルドアン大統領と電話会談を行い、黒海の海上輸送の再開に向けてトルコとの協力を協議したことを公表したよ。確かに地図を見ると、黒海の海岸線を一番大きく所有しているのはトルコで、トルコ艦隊がウクライナの船を護衛してボスポラス海峡を抜けて、地中海に出ることができたら穀物輸送に光が差すんだよね。ロシア大統領府発表によると、プーチン、エルドアン両大統領は、黒海とアゾフ海における安全な船舶航行の確保、機雷の排除などについて協議したということだよ。その上で、これはウクライナの港からの穀物輸出にも適用されるとは言っているんだけど、ウクライナの港の中にロシア軍が制圧していないオデーサ港なども含まれているのかどうかは明らかになっていないんだ。つまり、この約束を信じてオデーサから出港した輸送船がロシア艦隊に攻撃されたり、拿捕される恐れもあるってわけだ。ロシアに信用はなくなっちゃったね。まあ昔からあまり信用はなかったけど。ロシア大統領府は続けて、世界的な食料品不足は西側諸国の近視眼的政策のせいで、食料危機の責任は西側諸国にあると言っているプーチン大統領の主張を展開し、電話会談においては、ロシアに対する制裁が解除されれば、ロシアは相当量の肥料と農産物を世界に輸出できると確認したと言っているよ。こういったプーチン大統領の言動については、トルコを何としても味方にしようとしている、盗人だけだけしいなどとの批判が吹き出しているようだな。
また、ウクライナが黒海に機雷を撒いたと主張しているんだけど、主要な生産物である穀物を輸出して、ロシアとの戦費を稼ぎたいウクライナが、どうして黒海を機雷で封鎖する必要がある？ロシアが艦隊を撤退し黒海を解放すれば済む話ではないか、といった声も大きくなっているみたい。今回ウクライナ軍が黒海艦隊を遠のけたという発表だけど、西側諸国から地対艦ミサイルの供与を受けたためか、それとは無関係に自力で沿岸防備を固めたおかげなのかと不明なんだけど、陸続きのポーランドからの穀物輸出は鉄道線路の規格相違などで乗せ替えが必要になるなど手間がかかるから、オデーサ港からの海上輸出が再開されれば、世界にとっても食糧危機を回避する朗報になることは間違いないだろうね。実はロシア黒海艦隊にも被害が出ていて、有名なのは4月に帰還のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが対艦ミサイルで撃沈されたことじゃないかな。他にも多くの艦艇が損失したり、損傷を受けているから、ロシアとしては艦艇の補充をしたいところだろうけど、トルコはロシアとウクライナが戦争状態にあると判断してモントルー条約に基づき、3月31日に黒海とエーゲ海、地中海をつなぐボスポラス海峡及びダーダネルス海峡における軍艦通行の禁止に踏み切ったんだ。このモントルー条約というのは、トルコがダーダネルス海峡とボスポラス海峡及びマルマラ海に対する管理権を持つというものだね。つまり、この2海峡の通行の許可権をトルコが握っているということなんだ。今回のプーチン大統領との会談を発端として、トルコは2海峡の軍艦の通行禁止を解除するのではないかという見方もあるんだけど、軍艦通行禁止が解除されれば西側諸国の艦艇も黒海に入れることになるよ。つまりオデーサ港から穀物を積んだ自国の貨物船を護衛することも可能になるわけだな。ロシア黒海艦隊は機関モスクワを失ったけど、未だに強力な艦隊艦ミサイル搭載の最新型アドミラルグリゴロビチ級フリゲート艦3隻だけでなく、ミサイルコルベットも多数保有しているから、対水上艦攻撃に関しては相当な戦力を温存していると見られているよ。ロシアの黒海艦隊配備の艦艇について紹介しようか。まず、アドミラルグリゴロビチ級フリゲートシリーズだけど、ネームシップのアドミラルグリゴロビチが2016年に就役したんだ。続いて2番艦アドミラルエッセン、3番艦アドミラルマカロフまではすでに就役して活動中で、この3隻が黒海艦隊に配備されているってわけ。サイズ的には海自の新型フリゲートクマの型満載排水量5500トンよりは小さいんだけど、初雪型汎用護衛艦とほぼ同サイズということだね。しかし兵装は強力で 100mm 単装速射砲1機、30mm 近接防御火器システム2機、艦対空ミサイル垂直発射システム2機、対戦ロケット砲1機、533mm 連装魚雷発射艦2機などを装備し、他にも対艦対地攻撃ミサイルを搭載する8連装垂直発射システム1機があるんだ。これには艦対艦ミサイル P-800 オーニクス、巡航ミサイル 3M54 カリブルが搭載できるよ。ネット上では、アドミラルグリゴロビチ級フリゲートの満載排水量が4000トンとミニサイズと思われることから、バカにしたような舐めてかかっている書き込みが見受けられるんだけど、兵装として高性能ミサイルを搭載しているから、対艦攻撃力はとても強力と考える必要であるだろうね。なお、撃沈されたモスクワに代わって機関となったのはアドミラルグリゴロビチ級フリゲートのアドミラルマカロフだったぜ。だけど、5月6日ウクライナの艦対艦ミサイルネプチューンに攻撃されて火災を起こしたと伝えられていたよね。そうだね。というものの5月9日には当該艦が何事もなく航行している姿が目撃されているし、フェイクだったということになるよ。これらの他にも脅威となる艦艇があって、それは7隻の通常動力型潜水艦だね。ウクライナが黒海で海上輸送を再開するためには、7隻もの潜水艦へ対策を取る必要があり、西側諸国は対潜哨戒への支援も必要となると思われるよ。この7隻の潜水艦のうちの6隻はプロジェクト 636.6 と呼ばれる海キロ級通常動力型潜水艦で、魚雷発射艦から発射可能なカリブルクラブスが搭載されているそうなんだ。ロシア国防省は4月30日、黒海に展開している通常動力型潜水艦からウクライナ軍の地上施設に向けて、対地型のカリブルを発射し攻撃したと発表しているよ。こういった潜水艦には対艦型カリブルも搭載されていると推測されるから、ウクライナにとって海上輸送上の脅威になることは間違いないだろうね。アメリカなどの西側諸国はロシア潜水艦への対策として、より一層の新兵器の供与が必要になると考えられるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、涙についてだよ。みんなは涙の味を知っているかな？子供の時に泣きすぎてよく口に入ったりするよね。
確か少ししょっぱい気がした覚えがあるよな。実は涙は、感情によって味が変わるんだ。悔し涙や怒りの涙はしょっぱくなって、感動や嬉しい時の涙は量も多く流れるので薄い味になるそうなんだ。なら子供の時のしょっぱさって、怒られて反省してないってことなんだね。みんなも怒った時に涙の味を聞いてみるといいかもね。ちなみに涙は血液らしいな。え、そうなの？そうだよ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊ではこの2022年5月24日に製造元である、新名は公用から通算で8機目に当たる US2 救難飛行艇の引き渡しを受けたらしいな。同隊の岩国基地にこの機体は配備されることとなり、今後の日本での海難救助活動に従事するようだね。これでさらに多くの要海難救助者を救えるようになるね。その通りだね。さて今回は、海上自衛隊に新名は公用製の大型飛行艇。US2 の8機目が納入されたことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて US2 救難飛行艇は乗員11名、全長 33.25 メートル、全幅 33.15 メートル、全高 10.06 メートルの大きさを誇る世界でも最大規模の飛行艇であり、時速は最大で約 580km、巡航時で約 470km、航続距離も 4700km に達するんだ。なんといっても US2 救難飛行艇の最大の特徴は、離水距離が280メートルで着水距離が330メートルと圧倒的な短距離着水が可能な点で、着水可能な波の高さも3メートルと世界の飛行艇としても最高の性能を実現している部分じゃないかな。これは世界9カ国で採用されているカナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇でも、離水距離が808メートルで着水距離が665メートル、着水可能な波の高さが 1.8 メートルであることを考慮すればいかに高性能であるかは理解できるよね。しかし US2 救難飛行艇の場合には海上自衛隊以外に採用例はなく、その少数生産の絡みもあって1機あたりの製造コストはおよそ120億円超と高額であり、おいそれと海外の見込み国に購入を決断させる額だとは言い難いのも事実なんだ。US2 救難飛行艇の有力な輸出先だとこれまでも複数回にわたって報じられてきたのがインドでなんだけど、同カテゴリーのロシア製の B200 飛行艇は大幅に性能では劣るものの、1機あたりはおよそ75億円とリーズナブルってわけ。もともとロシアから複数の航空機を調達しているインドからしてみれば、単純に金額的な点は元より運用に際してのアフターフォローも重要であり、そうした部分からもこれまで付き合いの長いロシアの優位性は高いと思われるよ。ただし今後は今年2022年に発生したウクライナ戦争の影響で、西側諸国からの経済制裁の続くロシアの航空業界の生産能力は著しく低下する恐れもあり、B200 飛行艇にもそうした問題が発生する可能性は少なくないだろうな。ウクライナとロシアの有事はいろんな国に影響を与えているよね。まあ一番きついのは当事者であるロシアだろうけど、自業自得の結果ではあるがな。それでもインドは西側諸国に歩調を合わせた対ロシア政策は行っておらず、行き先を失ったロシア産の原油を購入する等独自の路線を選択しているため、価格面を含めて折り合いがつけばロシアとの取引を躊躇するとは考えづらいんだよね。US2 救難飛行艇はその外観のデザインや救難飛行艇としてのコンセプト自体は、1976年から2017年まで運用された前モデルの US1 飛行艇を踏襲したものとなっており、こちらも同様に新名は公用が手掛けた機体となっているよ。ただこの US1 飛行艇も独自に開発された機体ではなく、1970年に当時の海上自衛隊が採用した PS-1 という対戦哨戒用に新名は公用が製造した飛行艇がベースになっており、そこから派生したものだったんだ。US1 飛行艇はその当時脅威となっていた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対戦用ソーナーを使用する形式であったんだけど、この方式はすぐに陳腐化してしまったよ。当時世界の対戦哨戒の分野で最先端を行くアメリカ海軍では、1968年に初飛行させたロッキード社の P-3C 対戦哨戒機において、その機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法を実用化し、これがすぐに標準となるんだ。そのため海上自衛隊では US-1 飛行艇の調達を23機で打ち切り、1981年にアメリカ海軍に習ってロッキード社製の P-3C 対戦哨戒機を導入する運びとなり、同期は日本では川崎重工業者がライセンス生産を行うなど100機以上が調達されたよ。
ちなみにその後海上自衛隊では川崎重工業社製の国産の P1 哨戒機を2013年に正式採用しているが、2020年度末においても P3C 対戦哨戒機44機の保有を継続しており、残るこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も浮上しているぜ。またここで P3C 対戦哨戒機を代替することとなった川崎重工業社製の P1 哨戒機だけど、地方を広い領海で囲まれた日本ゆえに調達予定数は70機前後に達すると目されており、2020年度末ですでに29機が運用されているよ。P1 哨戒機も日本政府の武器輸出の規制緩和を受けて海外への販路の開拓が模索されているんだけど、候補とされた大半の国々においてアメリカのボーイング社製の P8 哨戒機が採用されており、やはり海外輸出の壁は厚いのが実情だね。さて US2 救難飛行艇だけど、PS1 対戦哨戒飛行艇から US1 飛行艇と続く中で開発されたことは前述した通りではあるんだけど、製造元である新明和工業はこれらにつながる飛行艇を太平洋戦争まで開発製造を行っていた経緯を持つんだ。新明和工業の前身の企業は川西航空機であり、この川西航空機は錦大帝の通称でよく知られている錦大型飛行艇を当時の大日本帝国海軍に納入しており、そこで培われた技術ノウハウを継承しているってわけ。錦大型飛行艇は太平洋戦争期において大型飛行艇における世界屈指の性能を誇る名機として語り継がれており、川西航空機の菊原静雄機師を中心に開発された機体であり、1942年に時の大日本帝国海軍での正式採用を勝ち取ったよ。菊原静雄機師はこの二式大型飛行艇以外にも川西航空機において、大日本帝国海軍の極地戦闘機として高名な市電及び市電会を開発した設計技師で、日本の航空機製造に多大な足跡を残した人物として記憶されているな。日本の偉大な職人さんだね。今の産業の根幹を作ってきた技術者のおかげで、今の生活があるって考えたら、本当に感謝だよ。錦大型飛行艇が開発されるに至った経緯としては、第一次世界大戦後の世界の軍縮の流れが大きく影響しており、アメリカ海軍を最大の仮想敵とする大日本帝国海軍が水上戦闘艦の建造を、この艦の軍縮条約等で規制されたことが起因しているようだね。ここで大日本帝国海軍は水上戦闘艦の代わりに航空機による攻撃によってアメリカ海軍と対峙する構想を打ち出し、大な航続距離を持つ陸上攻撃機によってそれらを射程距離外から叩く戦術の実現を施行したんだ。もともとはあくまで大型の陸上攻撃機の開発が求められたのだが、第一次世界大戦の結果、日本の移民統治領とされた元ドイツ領だったミクロネシア島の島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難だったからな。そのため飛行場を使用せずとも海上から飛び立てる大型の飛行艇の開発が行われることになり、これに応える形で川西航空機が送り出したのが97式飛行艇であり、1936年に大日本帝国海軍に正式採用されるに至ったぜ。この97式飛行艇は国産初の量産された4発の機関部を備えた大型の飛行艇であり、これをベースにさらなる大型化を図った機体の開発が1938年から着手され、1940年12月に完成したそれが1942年に正式採用され錦大型飛行艇となったってわけ。錦大型飛行艇は全長 28.13 メートル、全幅 38.00 メートル、全高 9.156 メートルの規模となり、時速は最大で約 470km、航続距離はおよそ 8200km にも達し、兵装として最大2トンまでの爆弾と航空魚雷2本を搭載可能だったよ。それじゃあ今回はこの辺で、次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は SOS についてだよ。 SOS といえば助けてって意味だよな。でも何の略なんだろうね。実は SOS は略語じゃないんだ。え、そうなの？そこを今日は解説していくよ。 SOS は現在は助けが必要な時や救助を求めるための合図や記号に使われている言葉なんだ。それは結構常識だよな。よく見るのが、無人島なんかで遭難して浜辺にでっかく SOS を何かで作って、飛行機なんかに知らせるっていう使い方が多いよな。そうだね。SOS という言葉は、もともと海上で遭難した時に船舶から救助を求める時に使われる遭難信号だったんだ。遭難信号を送る際にはモールス符号が使われていて、SOS をモールス符号で送ることで、救助を求めていたんだ。なんか僕のイメージは、無線なんかで言いそうだったんだけど、モールス符号だったんだね。そうだよ。そして、時代が経過するのにつれて SOS はもっと広い意味で使われるようになり、現在のような救助全般を求める記号になっていったんだ。
SOS にも歴史があったんだね。でも SOS ってどんな略語なんだ？実は SOS には略語がないらしく、仮説ではセーブアワーシップ私たちの船を助けてや、セーブアワーソウル私たちを救ってという頭文字から取ったらしいよ。でも、言われたらそれっぽいけど、正式な答えがないのにニュアンスだけ浸透している感じなんだね。その通りだね。でも、さっきも言ったように SOS は海上で遭難した時に使われていたモールス符号でしかなく、特に意味があるわけではないんだ。しかも、モールス符号は点とマイナスを組み合わせることによって文字を表現する通信手段であり、SOS をモールス符号にするとという表現になるんだ。単純にこのモールス符号が覚えやすく、打ち間違いが少ないことから使われているだけなんだ。そうだったんだね。なんか、SOS も意味がありそうで、使いやすいだけだったんだね。だが、これでモールス符号を覚えられたな。そうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。2022年6月30日のロシア軍のズミイヌイ島からの撤退を受ける以前、ウクライナ側やメディアの一部からは黒海に展開していたロシア海軍の艦艇で爆発が発生したと報じられていたね。ウクライナ軍による地対艦ミサイルでの攻撃による戦果だったらしいな。ウクライナの戦果は大々的に報道されているよね。世界はウクライナ寄りだし、ウクライナの戦果を祝福する声も多いだろうね。さて今回は、ロシア海軍のアドミラル・マカロフがウクライナの攻撃で炎上したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。5月6日に炎上に見舞われたのはロシア海軍のアドミラル・グリゴロビチ級フリゲート艦の、3番艦アドミラル・マカロフだと報じられていて、同国海軍の黒海艦隊に所属する2017年就役の最新鋭の艦艇の話だったよ。アドミラル・グリゴロビチ級フリゲート艦の所言について教えて。アドミラル・グリゴロビチ級フリゲート艦の所言について説明すると、まず基準排水量3620トンで、満載排水量4035トン、全長は 124.8 メートルで全幅 15.2 メートルとなっているよ。2016年には3隻収益、さらに3隻が建造中でそのうちの2隻はインドへの売却が決定している艦艇なんだって。しかし、このアドミラル・マカロフの炎上報道をウクライナ政府自体は認めていないが、ロシア側が意図的に誤報虚報を企て、ウクライナ側が今まで発信した情報の信憑性を毀損しようとする情報戦の可能性も見え隠れしているようだぜ。2022年2月24日から開始されたウクライナ侵攻において、これまでもロシア海軍の大型の水上戦闘艦艇にウクライナ側が、地対艦ミサイル攻撃などによる大きな戦果として2件が大々的に報じられているみたい。1件目に関しては開始からちょうど1ヶ月後の3月24日にタピール級戦車揚陸艦のサラトフに対するものであり、ウクライナ南東部のベルジェンスク港に停泊中だった同艦への攻撃が成功し、その場で大破沈没したことが公表されているよ。タピール級戦車揚陸艦に関しては、満載排水量最大4700トン、全長最大 113.1 メートル、全幅最大 15.6 メートルとなっているんだけど、1960年代から1970年代中盤にかけて建造された古い艦艇であり、防空能力は低かったと見られているね。実は、この攻撃で同様にベルジェンスク港に停泊中だったロプーチャ級揚陸艦のセイザリ・クニコフと、ノボチェルカスクにも損害を与えたとウクライナ側は発表しているんだが、これら2つの艦艇は沈没を免れているぜ。この当時のロシア海軍は、ベルジェンスク港内においてウクライナ側の攻撃にさらされるとは想定していなかったみたい。我が物顔で兵員や物資の揚陸を行っている最中に攻撃を受けているし、なんともお粗末な話だよね。この時の攻撃手段が何を使用したかはウクライナ側も言及しておらず、地対艦ミサイルなのか、それともサラトフに仕掛けられた破壊工作なのかも含め判然としておらず、結果だけが報じられており少々疑問が残っているぜ。そして2件目に関してはスラバ級ミサイル巡洋艦1番艦のモスクワであり、4月13日にウクライナ軍の国産地対艦ミサイルネプチューン2発を被弾した後火災が発生し、積載された弾薬が誘爆を起こし、最終的に沈没に至ったんだ。この時のモスクワへのミサイル攻撃は、ウクライナ南部の港湾都市オデーサ近郊から行われており、高度で多層的な防御能力を有すると考えられていたロシア黒海艦隊の機関であったため注目を集めていたよ。スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワは、基準排水量9300トン、満載排水量1万1300トン、全長186メートル、全幅 20.8 メートルの艦隊であり、1976年から1984年までの旧ソ連時代に全4隻が寄港され、最終の4番艦のみウクライナも実は保有しているような形になっているんだ。
この経緯は1991年に起こった旧ソ連の崩壊したことにより、当時建造途中だった4番艦コムソモーレツはそのままウクライナへと移譲され、その国名を艦名とするウクライナと名称変更されたんだけど、未完成のまま自国のドックに眠ってるみたい。この巡洋艦ウクライナは2007年の時点で完成度 95% ほどの状態に達したと言われていたんだけど、ウクライナ自体の深刻な財政状況から完成には至らず、他国への売却が検討され当時中国が有力な候補として浮上していたんだって。しかし、中国へのウクライナ売却に関してアメリカが難色を示し、ウクライナ側への経済支援や NATO 加盟を推進することを条件に断念させたため、ついには本家のロシアへの再譲渡が取り沙汰される運びとなったようだな。結局この案も2005年5月に当時のロシア国防省の高官シュレモフ少将がウクライナは、1980年代の旧式艦艇であることに価値を見出さず、これを明確に拒否して白紙となり、以後はやむなくロシアと共同で同艦を完成させ第三国への輸出を目指していたんだ。その後も巡洋艦ウクライナは再び売却先として中国、インド、ブラジル等の国名が挙げられたものの実現には至らず、ウクライナロシア両国ともすでに大型の水上戦闘艦を自国で保持することに関して利点よりも欠点が多いことを認めていたんだって。今もなお続くウクライナ戦争中にモスクワを焼失したとはいえ、ロシア海軍でもこの老朽艦を近代的な海戦を担いうる戦力としてカウントしていなかったことは明白であり、単なる象徴として置かれていただけだったのかもしれないな。日本の一部のメディアでモスクワの沈没をかつての太平洋戦争中の戦艦ヤマトに例えられていたけど、海軍の象徴という点では共通しているものの、航空機優勢の戦況で他に人がなく海上特攻にやむなく赴いた同艦と一緒にしてもらいたくないよね。確かにヤマトは日本の旧国名を示すもので、モスクワは国名ではないがロシアの首都名を冠した艦艇であり、海軍の象徴となるような名称を授けられた艦艇が敵の攻撃によって失われることは士気の低下につながっているだろうな。第二次世界大戦時の戦闘においては、現代と異なり陸海空ともに究極の消耗戦であったこともあり、ことに海軍の大型艦艇や母艦と呼ばれるものの喪失が自国民に与える精神的な衝撃を勘案して、当初授与された艦名が変更された例もあったくらいなんだって。その代表例となるのが第一次世界大戦の敗戦によって、当時は今ある共和国1919年から1933年となっていたドイツのドイッチュラント旧装甲巡洋艦の1番艦ドイッチュラントであり、まさにドイツの国名を冠された艦艇で他国からはポケット戦艦とも呼ばれていたんだ。このドイッチュラントは1933年に収益を果たしており、ドイツを掌握したヒトラーが第二次世界大戦を始めると、仮に同艦が失われた場合には深刻な国民の士気の低下を懸念し輸出と改められているよ。ちなみにドイッチュラント旧装甲巡洋艦が他国からポケット戦艦の愛称で呼ばれていたのは、第一次世界大戦敗北後のドイツがベルサイユ条約によって、大型の水上戦闘艦の建造を厳しく制限されていたことに理由があったらしいぜ。ベルサイユ条約の条文を読むとドイツが建造可能な水上戦闘艦は基準排水量1万トン以下、主砲の口径も最大28センチメートルまでとする制限が課されていたため、これに準じる形で排水量に比して大型の主砲を搭載したことからポケット戦艦という名前に通じているみたいだね。実際のドイッチュラントは基準排水量1万1700トンとなっており、ベルサイユ条約で課された制限を超過していたため、交渉上は1万トン以下と詐称し、それでも他国の水上戦闘艦ほどの火力を持っていなかったんだ。聞いた話によると、だからこそ主に通商破壊、いわゆる海賊のようなことに従事していたんでしょ？そうみたいだね。1945年5月にポーランド北西部にあるシフィノウイシチェで、英空軍航空機による空爆を受けた輸送はその場に着艇し破棄されたわけなんだけど、翌年に旧ソ連海軍が自国の標的艦にするため接収し、1947年7月にバルト海の演習で沈められ、その地で軍艦としての幕を閉じたみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の都市伝説の時間だよ。待ってました。今日の都市伝説は、赤い部屋についてだよ。赤い部屋って何？赤い部屋は、1990年代末から2000年代初頭に開設されたと見られているフラッシュサイトのことなんだ。それがどんな都市伝説なの？この赤い部屋はいろいろな噂があり、その話をしていくよ。とある日に B さんは友人にインターネットを利用中に消すと死んでしまうポップアップ広告の話を聞いたんだけど、そんなの嘘だろうと半信半疑でその広告を探していたんだ。だけど、なかなか出現せずに、諦めてネットサーフィンを楽しんでたんだけど、忘れかけていたその時にその噂の広告が出てきたんだ。
それって、内容はどんなのなの？内容はあなたは、好きですか？と合成音声による機械的な声の広告なんだ。それを見て噂を教えた友人に電話をするが友人は電話に出ず、その広告を消してみてもまた出現し、それを何度も繰り返すうちに何もしていないのにクリックされ、広告に書かれた文字の中央が割れ、別の文字が出現し、あなたは赤い部屋が好きですか？とあった直後、自動的にページを移動し、多数の人物名が書かれていたんだ。そこにはなんと友人の名前も書いてあり、怖くなってその場を離れようとするが、体が動かず背後に気配を感じ、何者かに襲われたんだ。そして次の日に、その二人が自殺したニュースが流れたんだ。その二人は、部屋中血まみれで、首が切られた状態だったと報道されたらしいんだ。そして多数の人物名が書かれたページに新たに氏名が加わったところで幕を閉じたんだ。ちょっと待って、怖すぎでしょ。俺も鳥肌が止まらねえよ。そのサイトは今はどうなったの？今はサービスが終了し通常の方法では閲覧できないようになっているよ。みんなは絶対検索しないでね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。ロシアによるウクライナ侵略が開始されて以来、黒海の制海権はロシア海軍に握られている状況で、ウクライナは最大の貿易港であるオデーサ港を事実上封鎖されているため、外貨獲得に重要な小麦の輸出が妨げられ、オデーサ港の倉庫には輸出用小麦が山積みとなっているんだって。ウクライナは2020年の統計で世界第8位の小麦生産国で、輸出においては世界6位で 9.2% のシェアを占めていることに加え、生産量第4位ながら輸出量第1位 20.7% のロシアに対してアメリカをはじめとする西側諸国が経済制裁を課していることで、ロシアが小麦の輸出を止めることが想定されるために世界の小麦市場において品不足に陥りつつあるからな。ウクライナ産やロシア産小麦の輸入に頼っていた各国の奪い合いによる価格の高騰が激しくなっているもんね。このままウクライナ産小麦の輸出が滞り、ロシアが小麦を輸出できない状況が長期間続いた場合、小麦の価格高騰のみならず、食糧危機に陥る可能性を否定できず、アメリカのバイデン政権は頭を痛めているようだぜ。そうだね。物価の上昇は国民に一番直接影響する部分だからね。さて今回はロシア軍による黒海の海上鎖解除のために対艦ミサイル供与を検討していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。黒海を事実上封鎖しているロシア海軍黒海艦隊は、4月13日に旗艦のミサイル巡洋艦モスクワをウクライナによる地対艦ミサイル攻撃で失ったほか数隻の艦艇に被害が出ているものの、潜水艦も含めると未だに20隻程度の戦闘艦を保有しているよ。しかし、それに対抗すべくウクライナ海軍は悲惨としか言いようのない状況で、ソ連崩壊後にソ連海軍でウクライナ領内に駐屯していた水上艦艇や潜水艦などを、ロシアと二部して受け継ぎ保有していたものの維持するための予算を確保できず、建造中であった空母バリアーグを中国に売却したほか現在は中国海軍空母遼寧として収益中、艦艇の全減を行ったばかりか残存艦艇のメンテナンスすらできない状況だったみたい。また、ウクライナ海軍の虎のことも言うべき、ミサイル巡洋艦モスクワの同型艦であるウクライナについても、建造中のまま海外への売却が決定されたり、建造を進める決定がされたりと二転三転していて2022年時点でも未完成のままとなっているよ。2011年になってようやく戦力維持の方針が打ち出され、いくつかの艦艇の修理が進められ定期的な検査オーバーホールを実施するようになったほか、潜水艦やコルベットの新規建造が計画されたんだけど、2014年にロシアにクリミア半島を奪われ、司令部のあったセバストポリ軍港が陸上からロシア軍に占領されてしまったよね。セバストポリに係留されていた艦艇すべてが港を閉塞された上で制圧されており、その時点で地中海に出動していたフリゲート艦ヘーチマンサハイダーチュヌイを除く全主要艦艇がロシア軍に接収され、ウクライナ海軍の戦闘艦はフリゲート1隻、コルベット1隻、ミサイル艇1隻だけとなり、事実上消滅とされる事態に陥っているため、独力でロシア黒海艦隊を排除してオデーサ港封鎖を解除することができないんだ。バイデン政権としては、このままロシア海軍によるオデーサ港封鎖が続くことで、ウクライナ経済が疲弊するだけでなく世界が食糧危機に陥ることを防ぐために、ウクライナが黒海艦隊を攻撃するための新型対艦ミサイルの供与を検討していることが明らかにされたってわけ。これまでアメリカやイギリスなど NATO 加盟国諸国から携帯型対戦車ミサイルジャベリンや、
地対空ミサイルスティンガーなどの米国製兵器の供与を受けていたウクライナ政府は、さらに高性能な新型兵器の供与を望んでおり、その中には国会上のロシア艦隊を攻撃することが可能な長距離対艦ミサイルロラズムも含まれているとされているぜ。各国からの手厚い後押しがあって、ウクライナは前線することができているよね。もちろん、ウクライナが一致団結してるっていう士気の高さも大きいよ。そうだね。今回のウクライナ侵略において、ジャベリンなどの他にもトルコ製無人航空機バイラクタル TB2 など、その有用性が実戦において確認されていて、さながら新型兵器の見本市の様相を見せており、それらを開発した軍需産業には大きなメリットであるとする見方がある一方で、ウクライナ兵に新型兵器の操作訓練に時間を要することや、供与に対してロシアが反発し戦争がさらにエスカレートする可能性、さらには最新の兵器がロシア軍に露覚される恐れがあることなどの懸念があり、過度な新兵器の供与は控えるべきとする見方も出ているよ。確かにいたずらに新兵器を投入して戦いが激化するのは避けたいよね。これ以上の犠牲は避けたいし、一刻も早く終わってほしいと思うよ。本当にその通りだね。そのような状況においてアメリカ政府高官や議会関係者などから、アメリカ軍が運用しているハープーンと、ノルウェーが開発してアメリカのレイセオン社が共同提案して採用された MSN を、ウクライナに供与することが検討されていることが明らかとなり、アメリカのみならずこれらの対艦ミサイルを運用しているヨーロッパの同盟国から供与することも検討されているみたい。ただし、アメリカ軍が運用しているハープーンは、艦対艦 SSM 型の RGM-84、潜水艦発射型 USM の UGM-84、空対艦 ASM 型の AGM-84 であり、地上発射型がないため、ウクライナ軍に供与するには AGM-84 を、ウクライナ空軍機に搭載するための改修が必要となるんだけど、これは時間がかかるためデンマーク軍と韓国軍が開発している地上発射型ハープーンを供与するのが現実的と見られているんだ。また、MSN は射程が 250km とハープーンよりも長く、艦対艦型の他に様々な発射プラットフォーム用のバリエーションが開発されており、ポーランド海軍では車載化して地対艦ミサイルとして運用されているなど、北大西洋条約機構NATO諸国から地対艦型の供与が可能であり、ハープーンより早期に供与できる可能性が高く、開発元のノルウェーは供与に前向きであるとされているよ。なお、アメリカ海兵隊では MSN を無人発射車両に搭載したネメシスの開発が進められており、小型化によって輸送ヘリコプターなどでの空輸が可能で、ウクライナに供与するには最適な新兵器であるが、海兵隊への実戦配備もまだ先の話であり、今回の供与候補には挙げられていないと見られているぜ。アメリカのシンクタンクであるハドソン研究所のブライアン・クラーク氏によると、射程 100km 以上の対艦ミサイルを、1から2ダース12から24機ほど黒海沿岸に配備することで、ロシア黒海艦隊には脅威となり、封鎖を解除する可能性があるとした上で、もし封鎖を続けたとしても、オデーサに接近するロシア艦艇を黒海に葬り去ることが可能となると述べているよ。ただ、これらのロラズムをウクライナに供与することに前向きな国では、供与したミサイルによってロシア艦艇が撃沈された場合のロシアによる報復を懸念する声があり、バイデン政権としてはそれらへの対策を協議する必要があるね。それじゃあ今回はこの辺で。それでは次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、乾杯についてだよ。乾杯ないんてここ2年ぐらいしてないぜ。確かにこのご時世なかなかご飯に食べ行きづらいもんね。でも今はマスクの緩和や、会食の緩和でどんどん乾杯できるチャンスがあるよね。確かにね。で、その乾杯なんだけどいつからあるか知ってるかな？なんか、結構昔からあるイメージはあるけど、いつからあったかまではわからないな。そうだよね。今ではおめでたい時や、会食なんかの時に最初に交わすんだけど、昔は違う意味で乾杯されていたんだ。え、ならどういう意図でされていたんだ？それはね、なんと毒が入っていないか確認するためにグラスをぶつけて乾杯してたそうだよ。え、毒だなんて物騒じゃないか。お酒の席ってどうしても気が緩んでしまって警戒心が解けてしまうよね。だから、酒の席の暗殺がよく横行していたんだ。そこで、グラスを勢いよく飲み物を飛ばすことでお互いの飲み物に入れ、それをお互いが飲むことで、毒が入っていないか確認していたそうだよ。なんか勢いよくすることで、グラスが割れちゃったりしちゃいそうだね。いや、普通に今のガラスのコップなんかじゃないから、割れないだろ。確かに。話戻るけど、そのことから昔の乾杯といえば毒味としての意味合いが強く、これが由来となって乾杯の時にグラスをぶつけるようになったんだって。グラスをぶつけ合ってお酒を飲むことはあなたを信頼していますよという意思表示になり、お酒も入れば楽しくなってコミュニケーションも円滑になるよね。
確かにね、なんか、乾杯一つとっても深い歴史があるなんてすごいよね。これから乾杯するときは信頼してるぜって思いながら乾杯することにするよ。この意味知ったら乾杯がより楽しくなって、よりお酒の席が楽しくなるよな。そうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録も忘れずにね。それじゃまたね。乾杯。乾杯。ルネッサンス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 。最近は一気に夏が近づいてきた感じがするよね。昼間は外にいるだけで汗ばんでくるし。まだまだ真夏日には程遠いけどな。今年の夏も暑くなりそうだぜ。コロナ禍でマスク着用は相変わらずだからね。感染対策ももちろんだけど、熱中症にも気をつけようね。水分補給はしっかりとやっていかないとだね。さて今回は、リチウムイオン電池搭載潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れたことを、みんなは知っているかな？護衛艦加賀などが、米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時なんだけど、今となっては後出しになってしまうんだけど、当時のチャンネルでも、潜水艦が海底に入ると言っていたよ。言った3か5くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行し、南シナ海で極秘任務についていたと発言したよ。なぜ、今頃発表と考えてしまうんだけど、実は黒潮は旧型の潜水艦で、その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されずこのタイミングという場面で、発表したんじゃないかな？つまりは抑止効果ってわけだな。でも、そういう型潜水艦がもう一隻海底にはいたのではないだろうかという気もしているぜ。そういう型潜水艦の潜航深度は旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は極秘扱いになっているし、1000メートルは潜れるという人や500メートルがいっぱいという話などもあるから、詳細は不明だがな。そうだね。実際にはその潜航深度は謎のまま未だに議論が繰り広げられているけど、当チャンネルでは、800メートルと考えているよ。最新鋭の鋳竜や闘竜など、リチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えるんだけど、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと思うんだ。そういう型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えるんだけどね。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいると思うよ。静粛性は実質トップと言えるから。さて、それじゃあリチウムイオンを搭載した鋳竜の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこうかな。日本には潜水艦が数多くあるんだけど、鋳竜の出現が今までの潜水艦の歴史を変えたんだ。鋳竜は2018年10月4日に進水式を終えたばかりだし、本当の活動はまだまだこれからだけど、日本の本気の忍者が完成したのだと言えるんじゃないかな。まさしく海底の忍者だね。ちなみに鋳竜の建造費は660億円だったそうだぜ。この鋳竜の出現とは、一体どんな意味があるのかな。高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずだし、つまり日本の周辺国中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな脅威的存在だと感じることだろうね。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないんだし、忍者鋳竜なら海からの敵の接近をすぐに察知し、
防衛体制を整えることができるだろうしね。自分たちの見えないところは潜む見えない敵ほど恐ろしいものはないよね。ここで、欧州に関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は欧州といって、総遊型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリであるジンリー統計は19日、欧州に関連した記事を載せました。そしてリチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでの総遊型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容だったんだ。また、記事は欧州が使用しているリチウムイオン電池についても説明していたよ。このリチウムイオン電池の発明に関しては日本人の吉野明氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいんじゃないかな。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池だね。蓄電量は普通の電池の3倍と言われているから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるんじゃないかな。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずだよね。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるから、どうしてこんなに良いものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるのも無理はないと思うよ。ジンリー・トウティアオの記事は中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しているんだ。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実だね。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になるし、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できるね。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきたんだ。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されているぜ。ということは、結局中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれないよね。中国の別のメディア開始等は10月24日、欧州については15年進んでいると言われるが、この間には致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しているよ。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているんだけど、その大半は日本製と言われているんだ。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くあるんだよね。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要だからな。水艦の位置を確認する方法の一つがソナーマンによる機体の音の補足なんだが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然だよな。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということだね。記事はこれらのメリットを認め、東方の大国イコール中国よりも、15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら中国国内の危機感を示しているみたい。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘を行っているんだって。それがリチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえばどんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しているんだ。それに続けて、2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは現段階では判別しがたいとも言っているみたい。と言っても、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可しているから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと判断していいと思うよ。どうして日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのかって話だけど、この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、
強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じているんだよね。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、欧州に対する危機感を示していたみたい。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みだから、中国だけではなく、世界中から注目されるところだろうね。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないかな。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないだろうし、追い越すことも夢のまた夢だと思うけど、それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今回の雑学は、戦国時代についてだよ。僕、アニメも好きけど、戦国時代も大好き。だって、昔の合戦なんかは迫力があってすごいよね。確かにね。そんな戦国時代の合戦で活躍していた馬なんだけど、どんな馬だったと思う？そりゃあ、競馬なんかでも活躍しているかっこいい馬だろ。僕も同じ意見だよ。珍しく意見があったね。でも正解は、騎走馬と言われる小さな馬しかいなかったんだ。え、なら僕が知っている馬は何？あれは西洋種の馬なんだ。しかもその西洋種の馬が来たのは、1700年代のことらしいよ。小さい馬なんてポニーみたいじゃないか。そうだね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。